画鑑賞とギターとゲームをすることです。好きな食べ物は甘いもの、デザート系で、今日も朝からハニートーストを食べてきてしまいました。安永美久です。24歳です。出身は北海道の札幌。趣味はシュガークラフトとお砂糖で作る飾りとかがシュガークラフトと、あと宝塚が大好きなので宝塚観劇が大好きです。はい、特技は Y 字バランスです。ちょっとやれるかな。やっふっじゃーん。ちょっと洋服なので短めです。ふわふわ。伸びていってるよ。伸びてるよ。すごい。ふわふわ。ふわふわ。来てる。すごい。すごいね。きれいきれい。はい。ふわふわ。ね。わ。シャンプーって何使ってるの？ハーバルエッセンスのバラのやつ使ってる。バラなんだこれ。私そう言われるとバラの木が昔使って、うん、ああ私もまた使おうかな。すごいすごいサラサラだね。すごいいい匂いだし、すごい綺麗になるよ。わーいわーいサラ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 ロングヘアだ。ロングヘアだ。じゃん。うキャーでってに三つ編みされてる。ワンに三つ編みされてる。じゃあこっち側もやろうかな。お、わーい。いっぱいつく。あー、取れちゃった。あー、ごめん。すごい。サラサラだから。三つ編みしやすい。あ、かわいくない？かわいくない？これ。見えない。ちっちゃいやつか。ちっちゃいやつだ。大きい三つ編みにした。お、はい、見えない。できた。できた。はい、おさげさん。はい。わーい。おさげさん。あ、後ろの方で。わーい。とか。かわいい。かわいい。かわいい。すごい笑顔でなってくれてるから。真っ赤になってる。真っ赤だ、真っ赤だ。かわいい。かわいい。急死だ。なるなるなる。赤くなる。ほんとかわいい。キャッ、キャッ。ずるい、私も。かわいい。ほんとかわいい。ほんとに、やった。やった。超美少女だよ。美少女だよって。なでなで。あ、なんか照れる。サラサラだよね、いつもね。ほんと綺麗。何使ってんの、シャンプー。私はね、モッツヘア。モッツヘアか。ずっとね、モッツヘア勧めてるもんね。あれはね、すごくいい。なんかワップ使ってみたい。あ、ほんとに。使ってよ、使ってよ。ほら、使ったことあるから。隣に来た時とかね、使えないんだよ。ちっちゃいボトルに入れてね。ねえねえ、いいよ。もうなんかなでまくりで、なでなでりなでり、そてれるよね。出れちゃうね。もう髪伸びたね。え、これは何のシャンプーなの？これは、うん、なんだっけな、忘れちゃったんだ。あれじゃなかった？エッセンシャル。そう、エッセンシャル。エッセンシャル。すごい。見たもん、家で見たもん。あ、匂いがすごい、いい匂い。絶対ね。ありがとう。かわいい。すごい、すごい。ここにいる。
ハムスターがいるよ、ここに。頬袋が、ここにハムスターがいる。泣いてる。いや、だって目、ここにいるの。食べないで食べなきゃ。もういなくなった。いや、困っちゃう。若干いる、確認されてまだいるはず。ぴょんぴょん食べちゃった。ごちそうさまでした。これいいよ、これかわいい、これかわいい、はいはいはい、このね、ブラシにね、まず、待って、え、なになに、ここでガファーなるからね、はい、オッケー、ポン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 、かわいい、ブラシがかわいい、ここに乗せればいいんでしょ、ポンポンって、あ、かわいい、かわいい、とりあえず化粧品ね、化粧品屋さんみたい、どうぞ、あ、ピンクでかわいい、あ、かわいい、かわいい、これはかわいい、自然に乗せますね、いい、ね、これかわいいね、かわいい、普通に、普通にかわいいんだけど、そう、でしょ、でしょ、かわいくない、これ、自然にポンポンとるから、そうそう、形もね、なんか、ね、硬さもいい、なんか自分やる人、柔らかすぎず、柔らかい、つきすぎたりして、つきすぎ、なんか、かわいい、顔真っ赤だよ、じゃん、どうなってんだろう、伸ばそう、伸ばそう、今回の新しいね、じゃん、買ったの、買っちゃいました、これは何、ちょっと渋いけど、これは何、メーカーは、これもテステモ、え、これ新しいやつ、新しいやつ、新色だね、なんかクリアになってて可愛くない、ここね、ピンクっぽいクリア色なの、へえ、ちょっと待って、可愛いね、塗りようかな、ピップグロスでいいかも、なされるがまま、可愛いね、ミキちゃん赤っぽい色の方が、じゃあ、りょうちゃん、ピンクっぽい、赤、ああ、大丈夫、ずれてない、危ない、どうだ、どんどんオレンジになっていくかしら、もしかして、これ結構大人の色、大人の色、どっちゅみんな髪の毛マフラーにしてるわけじゃない。ではないね、ではないね。